こちら魔界の天才ヴァンパイア、ヨゾラメルです。あなたのお名前ははい、天才な、まつりちゃんです。<laughs> シンプルに天才な、まつにちゃーんイェーイおめでとうありがとうまつにちゃーんおめでとうございますーえ、なんか、喋るの久しぶりな気がする、ちょっと。確かに。ねえ。お,お久しぶりです。声とかはね、やっぱり、一期生だからさ、もうずっと、なんだろう。 脳内再生、全然余裕なんだけど。うんうん。うん。なんかこうやって喋るのは久しぶりな気がするわ。元気元気だよ。よかった。今日も可愛いね。まつりちゃん、まつりちゃんだなよ。まつりちゃんの最後周年もまつりちゃんはまつりちゃんだなぁ。まつりちゃんだよー。なんか最後のさ、まつりちゃんとのエピソード絡んだエピソードがさ、まつりちゃんのあの、うん う、ウォッシングなんちゃらっていうゲームあったじゃん。はいはい。あの、戦場してるまつりちゃんの配信にメルが行って、うん。なんかメルのこと言ってる時にメルが来ちゃったみたいなね。あー、はいはい。うん、メルメルの頭の方が悪いよ、みたいな話してる時 <laughs> <laughs> 最悪だよ <laughs> ねえ<ー>。いや、もうホロで一番頭悪いのは多分ヨズラメル。いや、そんなことないでしょ いや、そんなことあるよいや、チョコ先生のテストの点数知ってるあの、んんみんな、みんなの点数。<え>メルより下の人いたでしょでいや、でもあれはさ、また違うじゃん。え、違うのあれは、あのー、うん。何学力とはちょっと違うから。あ、メル、学力以外で頭悪いと思われてるということうーん、な、なんだろうな。なんかでも、 うん、学,学力が多分悪いと思ってる祭りはうん<ー>先生のはなんか雑学とかも入ってたからああ忘れちゃった問題うん増えてないやじゃあねちょっとそんな祭、ま、りちゃんにね目では質問したいと思います、うん、はい、まあ、あきちゃんと一緒の質問になるけどはいまあ4周年迎えますが我らね我ら、はい、迎,迎えるけどメルとやりたいこと何かありますか メルメルとやりたいことやりたいですね。んん何何何えやりたい。なりたいって。なりたいなんでしょええな、やりたい。ほええ、なにいやりたいって、な、何をやりたいのえ、だからえやりたいって、メルメルと。 だから何をだよ <laughs> 何をね何をでもそりゃもうねうん。同じこと思ってる。メルメルがやりたいことと、まつ<え>りがやりたいこと。うん、え一緒やりたい。そう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 。あそうなんだ。やりてーって。やりてーと思ってんの <laughs> そうい、<laughs> そ,うそう思ってる。あ、えー、っと、4周年迎えてまだメルたちやってないこと そうだね。まだ一回もやってないね。その手前くらいまでは行ったんだけど。なるほどね。そう、まだできてないかな。確かに。うん、確かにそうかも。でもね。そうでしょうん、実は、ホロメイの中で一番やったのは、まつりちゃんだよ。まあ、そうだろうね。うん。やったっていうか、まあ、なんだろうね。結構みんなの前だったけどね。襲われたに近いけどね、ねもう。なるほどね。あ、やりたいんだね。 うん。だから、ちょっと、こ、こん、なに、今年というか、4周年経って5周年目までの目標は、うん。メルメルとやることですねえ。えぇ、どこさの船長の、同じこと言ってんの <laughs> なんか流行ってんの、それ。でもなんか、まつりちゃんいろんな女とやろうとしてるでしょ、どうせ。いや、そんなことないよ。ほんとにうん。いいの、メルが一人目で。いいよ。<laughs> いいよ <laughs>。うん。 の初めてもらうねねううん、考えとくもなんか慣れてきてるね祭りねそうだね祭りの扱い慣れてきたかもしれないねんかあわあわとかもしないんだねだってもう適当にあしらうよなっね。まあ4年4年目ですからねなるほどね昔のメルだったら「えついちゃんえに何何?」って言ってるかもしれないけどいいよとかね言ってたかもしれないけどまあちょっと4年目ですから あーすごい冷静なんだ。冷静になってきた。ね、祭りはね、こういう防ぎ方すればいいんだって。あー絶対やっとるがんな。どう <laughs> <laughs> まあ、<laughs> どうなるのか、我らね、どうなるのか、皆さん、交互期待ということで。<laughs> はい。はい、これからもね、祭、ま、りちゃん、仲良くしてくれると嬉しいよ。はい。うん。仲良くしてください。お願いします。お願いします。<laughs> じゃあまたね、祭、ま、りちゃん。またね、愛してるよ。チュ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  ありがとう、まつりちゃん。いや、まさかそんな感じで来るとは思わんかったね。まあ、でも忘れてたわ。夏井が祭りだということを。はぁ、あ、でもね、メル慣れてきた。うん。よしじゃあね、えー、次の、メルの女に勝ちたいと思います。